どうもビストンでございます。今日も初見で叩いてみた皆さんからの初見のリクエスト見ていきたいと思います。なんだけど俺の話を聞いてくれる？今日の動画かなりリクエストの多い曲やっていきたいと思ってるんだけど、その曲がこの曲です。 Goodbye Music。リクエスト数が多いからこの曲をまず選んだっていうのもあるんですが、もうねこれだけやってくるとね、皆さんの面白いコメントたくさんあるんですよ。でなんならね、皆さんとのね心理戦になってきたりするんですよ。みんなが僕のことねはめようとしてくる。あーちょろいのかな僕って。ちょろくなんかないよ。あー全然ちょろくないんだからやめよう。そうやってすぐちょっとからかうのも、あエッチスケベハレッチ。さあそんなわけでこの曲を元にコメントを見てみましょう。こんな感じなんですよね。プロセカなどの音ゲーで Don't Fight the Music という有名な曲があるのでやってほしいです。変拍子ではないのでビスタンさんなら余裕だと思います。おお、あれどうやら珍しい変拍子ではないのかな。やっぱり変拍子じゃない曲を初見ながらかっこいいドラムでバチッと決めるっていうのももちろん動画の醍醐味だからさ、もちろん変拍子じゃない曲も大歓迎。ところがこちらのコメント、えげつない変拍子らしい。 Don't Fight the Music やってください。どっちだねー、どっちやねん、どっちやねん、どっちやねん。いや今までもあったよ。ビスタンかわいそうだからいつも優しい曲リクエストしますっていうねコメントに僕何回も騙されてきたんだから。いやでも待てよ、裏を書いてめちゃくちゃ変拍子って最初から言ってくるってことは逆に変拍子じゃないのか。で変拍子じゃないって言ってる人もいるし、いやでもこの人は僕を騙すためにトラップで、いやもうわからない、どっちだ。じゃあやる。なんせねタイトルが Don't Fight the Music、何音楽と戦うなってこと。いや音楽と戦うチャンネルなんで、僕あえてこの曲を真正面からぶつかっていきたいと思います。今日も初見バージョン、そしてその後に振り返り解説を経てプロとしての本気バージョンもやっていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。さあまずは初見をやる前におなじみの楽曲予想なんだけど、音楽と戦わない、戦うなっていうタイトルだけどさ、っていう時点で絶対戦う曲だと思うんだよな。いや音楽と戦うのか戦わないのかっていう土俵に立ってる時点でもうなんかおかしいもん。絶対鬼畜な曲だもん。絶対もうそういう曲はねまず早い。どうも、みたいなさ。あとはねもうプロセカ曲もこのチャンネルではおなじみになったけど、やっぱ EDM っぽい電子っぽい世界観なんじゃないかな。かなり細かいとブレイクビーツっぽい感じかな。みたいなさ。で変拍子ではあるだろ絶対。まあ変拍子ほどね初見バージョンと本気バージョンのね落差がむしろ楽しんでもらえるからいいし、まあ、変拍子じゃなかったらなかったでこよく本気バージョンできる楽しみがあるからいいんじゃないかな。じゃあ行ってみるか。さあ今日も戦いながらビスタンの初見演奏そして本気演奏をどうぞお楽しみください。さあそれでは参りましょう。ビスタンの闘争本能をかきたてるリクエスト初見、ドンファイトザミュージック。おおおおあああああやだ、あちょっと、ああ本気バージョンできない、これダメ。変拍子だったろ。いやいやクソかっこいい。やばい。クソかっこいいけどちょっと待って、ラスボス級じゃねえこれ。あいやもうこの決めは予想できん。あーちょっとごめん何も知らない。
でコメントした人、あいや嫌いじゃないよ、そういうの。いや、これ決めと表紙がやばいね。あ、テンポも変わる。リタルダンドしました。リタルダンド、え、終わりじゃないよね。お、いやー、ちょっと一番できないかもしれない。あー、これがプロの初見の限界です。あー、いいです。かっこ、めちゃくちゃかっこよくない、これ。え、超好き。やば。待って、一番好きかもしんない。なんだろう、なんでこんなタイトルなの、気になる。もう戦ってしかいないじゃん。なんならラスボス、ただごめん、一個も初見には向いていない。いや、これどうしよう、カットじゃねえこれ。初見すら成立しない場合はちょっとカットだよ。ちょっとね、別日ですこれ。ただ言っとくと、めっちゃかっこよくできると思う。あの、ぜひ最後まで見て、どんな風にその本気バージョン、僕がこのレベルからこの曲をマスターするまでお楽しみください。それではどうぞ。ぶっちゃいというわけで、別日のビスタンです。今回も音楽ソフトに打ち込んでですね、いろんな表紙だったり展開を解析してみました。解析してみたところ、この楽曲は基本的に4分の7拍子、4分の5拍子、4分の4拍子が組み合わされている楽曲になります。え、そしてテンポが200を基軸に190だったり195だったりも組み合わせされている。このね、テンポの5の差っていうのは、ぶっちゃけ聴いてる人からするとそこまで大きな変化を感じないかも。そのテンポの中ですごい細かい音符を打つドラマーからすると、その5の変化っていうのは結構感覚的にも大きな違いだったりもします。で、少し静かなところになったら、初見でも説明しましたリタルダンドっていう表現があったりもしますしね。で、そこら辺も本気バージョンの方では表紙とテンポ表示しておきますので、どんなドラムアプローチをビスタンがつけるのかにも注目してもらいながら見てもらえたら嬉しいな。うまくできるかな、どんぐらいかかるかちょっとわかんないんだけども、でも練習は結構もしたので、Don't fight the music とファイトしたいと思います。初見では本当に過去最大級にひどい仕上がりだったビスタンでございますけれども、そんなビスタンがプロとして練習そして解析を重ねた結果、本気バージョンここまで仕上がりました。というわけで聞いてください、ビスタン本気バージョンの Don't fight the music。
はい、というわけでたった今ね本気バージョン撮り終わったんすよ。難しかった。ただやっぱりすごく曲としての完成度がめちゃくちゃ高いので、意外と自分の体の中に入れるのは早かったかも。展開だったりキメの組み合わせ方とかがすごく音楽的で、ドラマーの自分としては結構すんなりこの数々のキメもスッと体に入ってきたのかも。テンポ200のノリでこの速さかつこのキメの量で進行していくってのは、まあ超絶鬼畜楽曲には変わりないね。どうだったかな。なかなかラスボス級の楽曲にしてはビスさんなりに叩けたんじゃないかなと思います。ぜひコメント高評価よろしくお願いします。というわけで、どんな困難な壁にも立ち向かっていくビスタンのチャンネル、これからもぜひ楽しみに更新を待っていてもらえたら嬉しいです。というわけでまたお会いしましょう。ビスタンでした。バイビス。